エアインディア182便爆破事件は1985年6月23日にエアインディアのジャンボ機が北大西洋上で墜落した事件である。当時インド政府と対立していたシーイク教過激派が同期に搭載された手荷物の中に仕掛けた爆弾が爆発したことによるものだった。また事件の1時間前には 日本の新東京国際空港でもエアインディア機を標的とした爆発物が爆発し空港の作業員を死傷させる事件が発生していた。このテロ事件における犠牲者は329名にも上り、これは2001年にアメリカ同時多発テロ事件によって記録が更新されるまでテロ事件の犠牲者数としては最多だった。この事件の刑事裁判はカナダで行われたが、 起訴された被告人の一人の無罪が最終的に確定したのが2005年であり、また捜査と裁判にかかった費用が1億3000万カナダドルにも及んだため論争になった。乗客のほとんどはインドにいる家族や友人に会いに行くところであった。乗客の中には82名の子供が含まれており、280名はカナダ国籍であった。 自己機カナダのトロントを協定世界時1985年6月23日午前0時15分離陸したエアインディア181便はボーイング747から200バイトで運航されており機体記号は VTA4 エンペラーコネチカであったこの機体はトロントからモントリオールのミラベル国際空港までは181便として運航されており そこから便名を182便に変更し、ロンドンのヒースロー空港などを経由して、最終的にはインドのボンベイまで飛行する飛行計画であった。しかし、修理のためにインドまで搬送されるエンジンを、特殊搭載貨物の不作動の第5エンジンとして、胴体と左翼第2エンジンの間に吊り下げる作業が、モントリオールで行われ、予定よりも1時間40分遅れていた。 公典の日曜日の朝をロンドンヒースロー空港に向かい飛行していたエアインディア182便であったが協定世界時1985年6月23日午前7時15分にアイルランドのシャノン管制のレーダーから消失した。ちなみにこの時のレーダー画面上では他にカナダ太平洋航空282便とトランスワールド航空770便が 同じ振動をたどって飛行しており、管制官の証言によれば、この3機のシグナルが混ざったタイミングで182便が消えたという。そして、182便がレーダーから消えて2時間後、182便の飛行コース付近の海上を航行中の貨物船が航空機の残骸を発見した。182便の機体は、アイルランドの航空沖 290km の深さ、 2000メートルの北大西洋に墜落しており、乗員乗客329名全員が犠牲になった。機体の残骸は広範囲に広がって水没していたため、主要な残骸はほとんど回収されず、犠牲者の遺体も131名しか収容できなかった。海底捜索を行い事故機のブラックボックス回収に成功し解析するものの、フライトデータレコーダーは、 通常の飛行と変わらない飛行記録がされている中、途切れ、コックピットボイスレコーダーも操縦士たちの会話が、されている中突然途切れており、ブラックボックスから、事故原因は解明できなかった。しかし、犠牲者の遺体に急減圧に伴う損傷や、空中で機体から放り出されたとみられる、打撲傷があること、また機体内側から何らかが爆発した痕跡のある、 残骸が発見されたこと、そして海底に沈んだ残骸の分布を作成したことで、機体は飛行中に爆発、空中分解し、海面に叩きつけられた時には、すでにバラバラになっていたことが判明した。ブラックボックスは爆発と同時に電源が立たれたため、以後の記録が断絶したとみられる。爆発時に、エアインディア182便は、 高度3万1000フィートを大気速度約時速550キロメートルで飛行していたが貨物室で爆発したために急減圧が発生し、それに伴い機体が空中分解したものであったと断定された。この事件は当初から航空テロが疑われていた。エアインディア182便が墜落するおよそ1時間前、協定世界時6月23日午前6時20分頃、 新東京国際空港でカナダ太平洋航空3便からエアインディア301便に積み替えようとした手荷物が爆発し従業員2名が死亡し4名が重傷を負う成田空港で荷物爆発事件が発生していたそのためいずれもエアインディア機が標的になったと断定されたこの2つの爆弾は4日前にバンクーバーで航空券を現金で購入し 手荷物を預けておきながら実際には登場しなかった同名の乗客の手荷物に含まれていたことが判明した。この乗客は最終的にインドに向かうバンクーバー発のカナダ太平洋航空3便からエアインディア301便に乗り継ぐ便とカナダ太平洋航空60便からエアインディア181便及び182便に乗り継ぐ便に予約を入れていた。 そのため、犯人は明らかに2機のエアインディア機を爆破するつもりであった。飛行計画通りであったならば、爆発はヒースロー空港で起こっていた可能性があり、その時は事件は別の経過をたどっていたと言える。空港側は、そもそも搭乗していない乗客の荷物を旅客機に搭載するという規律違反を犯した。また、トロント空港の X 線検査機が故障しており、 手動検査機を使っていたが、操作及び機能に欠陥があったため爆弾を見過ごしてしまい、実際に旅客機に搭載するミスをしていた。こうした不手際が3時を水際で防げなかった一員として挙げられる。また、前述のように同じ進路をトランスワールド航空機とカナダ太平洋航空機が飛行しており、182便が爆発した時はちょうど3機のシグナルが、 レーダー画面上で重なっていた。182便はこれら3機の中で最も低い高度にいたが、もし182便が一番高い高度を飛んでいた場合、他の2機をも巻き添えにして墜落した可能性もあった。そして、仮にそのような事態に陥っていたとすれば、1977年に発生したテネリフェ空港ジャンボ機衝突事故を遥かに上回る。 航空史上最悪の第三次に発展していたことになる。1980年代、インド国内では、シーク教徒とヒンドゥー教徒との対立が激化しており、1984年には、インド政府軍がシーク教徒の聖地を襲撃する黄金寺院事件が発生した。その報復として、シーク教徒の過激派は、当時のインド首相、インディラガンディを暗殺したほか、 この航空テロを引き起こしたものであった。被疑者はカナダバンクーバー在住のカナダ国籍を持つシーク教徒であった。事件の内成田空港における爆弾事件については1992年に10年の刑が宣告された。一方182便事件では1992年10月に被疑者2名はインドボンベイで警察との銃撃戦で死亡し、 この事件を指揮したと見られる男が逮捕された。カナダにおける裁判では、この事件に関与した容疑で2名が2000年に逮捕されたが、2005年3月に証拠不十分で無罪の評決が出された。そのため、現在でも事件は十分に解明されてはいないと一部では言われている。ありがとうございます。